なぜか織姫夜空です。2010年11月26日発売のライトボックス2010、付属する452ページのビジュアルファンブックは書き下ろしイベント CG の1枚も漏らさずに完全網羅。ボックスに入ってる4作品は初のビジュアルファンブック化です。さらにパッケージは原画家4人の豪華メンバーによる書き下ろし。 G ユースケ、泉真昼、幸太郎、南雲によるちょっとエッチな水着の共演は必見です。収録されてる4タイトルは今でもリピーターの多いライトの名作からピックアップ、まさにコレクターズアイテムになること間違いなしです。そんなお買い得の内容はこれだ。ルルルル、アルスマグナ、タペストリー、ショパン。ルルルルはですね、本当に家族って素敵だなと思える作品です。いつの間にか美少女ゲームだっていうことを忘れてしまいそう。ぜひプレイしていただきたいです。アルスマグナは本当に私魔法少女が大好きです。でね、魔法少女が好きだっていう君も、魔法少女ちょっとっていう君も、ぜひぜひ魔法少女に囲まれたパラダイスで燃えまくってください。タペストリーはひかりちゃんがトーストを食べてる CG が本当に可愛いです。まさに俺の嫁です。誰にも渡さないけど、ぜひぜひゲームはプレイしていただきたいです。一生のうちに一度はぜひ。ショパン、ザ匂いフェチゲーです。もうね、ブルマが古いとか言っちゃってる人とか、もう飽きたって言ってる人とか、もうショートパンツが大好きだっていう人も、ぜひぜひプレイしてください。ショパン10周年企画ライトボックス2010、いつでもどこでもじゃない完全限定生産です。だから今しかないですよ。新しいことに挑戦し続けるライトブランドをこれでもかというほど堪能できる豪華ボックス、皆さんどうぞお楽しみに。燃える作品です。いつの間にか美少女ゲームだっていうことを忘れてしまいそう。ぜひプレイしていただきたいです。アルスマグナは本当に私魔法少女が大好きです。でね、魔法少女が好きだっていう君も、魔法少女ちょっとっていう君も、ぜひぜひ魔法少女に囲まれたパラダイス。ライトボックス2010、皆さんこんにちは。なぜか織姫夜空です。2010年11月26日発売のライトボックス2010、付属する452ページのビジュアルファンブックは書き下ろしイベント CG の1枚も漏らさずに完全網羅。ボックスに入ってる4作品は初のビジュアルファンブック化です。さらにパッケージは原画家4人の豪華メンバーによる書き下ろし。 G ユースケ、泉真昼、幸太郎、南雲によるちょっとエッチな水着の共演は必見です。収録されてる4タイトルは今でもリピーターの多いライトの名作からピックアップ、まさにコレクターズアイテムになること間違いなしです。そんなお買い得の内容はこれだ。ルルルル、アルスマグナ、タペストリー、ショパン。ルルルルはですね、本当に家族って素敵だなと思って燃えまくってください。タペストリーはひかりちゃんがトーストを食べてる CG が本当に可愛いです。まさに俺の嫁です。誰にも渡さないけど、ぜひぜひゲームはプレイしていただきたいです。一生のうちに一度